あ、ひど皆様こんにちは。今日台北動態美術館皆川美香店の記者会見へ来ていただいてありがとうございました。这次的展览是艺术家出道以来最大规模的艺术回顾展，完整铺陈了全川石花近20年来的创作轨迹，带领大家进入艺术家迷人的意象世界。今回の展覧会は梅川さんデビュー以来一番大きくて完全的な展覧会で、梅川さんの創作の20年間の道を完全に皆さんの前で披露していて、皆さんも梅川さんの独特な世界をどうぞ楽しんでください。那接下来呢，我们就要请台北当代艺术馆石瑞仁馆长来为我们讲几句话，让我们用掌声欢迎他。各位贵宾，各位石瑞仁，各位媒体朋友，大家午安。今天这个展览啊，其实大概是酝酿很久了。我在2008年接任当代艺术馆馆长，就在那个之后不久，有一天就馆内就来了一位贵宾，是一个艺术明星，这个简川石花小姐。皆さんこんにちは。私は2008年から。台北動態美術館の館長として今まで勤めてきたので、今日は皆さん来ていただいて本当にありがとうございました。啊，印象中他就是很朴素啊，然后来跟我说，当时就是聊一聊，就说他蛮喜欢这个馆的，这个当时我们正在做一个摄影展，那他就喜欢这个馆，那时候说不定将来希望有一个机会。初めてこの展覧会の話をした時も皆川さんもこの展覧会の空間がすごく好きで、いつかこの展覧会でぜひ展覧会その空間で展覧会をやっていきたいと言ったので、今日はこの展覧会が始まる。那个是2008年到现在已经将近8年多了啊。那这期间其实简川小姐来了几次，那我们就开始，真的是开始谈起了他的这个展览的一些比较具体的一些可能性。その話は2008年からの話だから、今までは8年間皆川さんも何回も動態美術館へ来ていただいて、で何回も話して、那在这么长一段期间，我们知道他也很忙，做了东西，做了很多展览，做了很多作品，包括电影，包括各方面。那我们也在当天晚上，哎，说我们今天有这样一个机会，我们要呈现怎么样的一位简川石花的一个特展。皆川さんもこの8年間いろんな仕事をしていた、して、映画撮影とか写真の撮影で。でだから私たちも今回の展覧会でどうやってこの、マルチな、創作活動をどうやって皆さんに見せるのがもうすごく深刻に考えていました。那一个当然就是展览内容。当时我们馆内讨论的时候，如果我们要展览，当然是100%的简川石花。所以当时我们自己计划说，办一个100%简川石花。まずはその展覧会のテーマですね。初めてのアイデアは 100% の皆川美香を見せたいと思って、 100% の皆川美香という展覧会という発想でした。另外一个思考就是时间，到底什么时候来办最恰当。そしていつこの展覧会をやるが一番ふさわしいのかも考えていました。那大概就在前年，我们开始有一个很具体，因为台北大家知道，今年就是台北成为世界设计之都。で、今年はちょうど台北が
世界デザインカピタル として選ばれて。那我们讲说，2016世界设计之都在台北的话，我们需要利用这个时候去呈现在当代艺术或者当代设计或者现在在谈这个画，像这次台北设计者就是社会设计这个概念。那如果大家有来过的话，我们上一档刚做完台湾设计跟艺术的一个画社会的这样的一个，我们接着说。在这个时候，如果简化石花小姐展览在这个时候的话，应该是一个很适当的时刻。然后我们会看到她就是在艺术从一个摄影珠啊到电影画到现在比较广义的设计啊，甚至是说文创啊，或是更多方面的，应该是现在是一个很好的一个时刻。だからこそこの時間点でクロスというその違う例えば稲川さんもアートからコマーシャルまでの仕事をいろんな仕事の領域でクロスしている、そのクロスのコンセプトを今回特に込めてこの展示館を企画をしていました。那当然这个是从我们刚才我们角度的思考，那就简川这边我们知道，哎，其实应该也是个，因为去年我们知道说他被日本这个奥运委员会邀请担任2020世界奥运会的这个设计艺术委员，然后我们台北的观团体也因为这个设计部的特别邀请他担任台北算是大使了，就是在帮台北做城市形象这样。稲川さんも2020年のオリンピック の, 委員として選ばれて、そして台北市も台北の観光の代表として務めてもらいます。所以就是说这个展览我们需要那个一个艺术家从个人的一个对艺术 的这个热忱或是才华出发，但最后到一个人他创造了一个，刚刚讲100%世界级的社会上多元非常多样。那今天我们做这个展览，其实只有一个，美中不足就是当代馆太小。で、稲川さんもアーティストとしてすごくいろんな作品作っていただいて、今日は唯一の残念なところはその芸術館のスペースが小さいところ。对，それが唯一な残念なところです。尽管是这样，我们这次在过程也是跟台湾的团队，还有这一次在台湾主催这个展览，就是怎样把展场那最精华、最完整、最就大家想看的，或者大家没有看过的东西，在这里做一个完整的呈现。で、今回もいろんなチームの力でどうやって稲川さんの世界を一番綺麗で完全的に皆さんに見せてあげたいという気持ちで今回の展覧会を作りました。今天很高兴就是在这里把这个成果呈现给大家。那今天那个简川本人也来了，我知道他的很多工作团队的辛劳在这里，那我谢谢今天我希望大家等下慢慢看他们去欣赏这一次展览内容，然后跟艺术家本人做一个互动。今日皆さんの力に感謝して本当にありがとうございまして、これからもみんなじっくり今回の展覧会を味わってください。那这一次除了这个展览的一个成功，几款作品最主要，那他的团队日本团队不是在台湾的团队，他们在当代馆这边一直在支持当代馆，像这个他艾森这边，其实这个展览有很多人帮忙，他能够达到这样的，所以今天借这个机会跟大家说谢谢。稲川さんのスタッフさんたちに、そしてエプソンの皆さんにもすごく
今回のいろいろ協力していただいて本当にありがとうございました。那今天这个我的介绍简单的就这样，那接下来就。大家好，我是全全石花。今天看到那么多位大家传媒的朋友们都来到这里，我真的感到很兴奋，很谢谢大家。7年前に初めて台湾に来た時にこの美術館に来て、いつかここで展覧会ができたらいいなとずっと思い続けていました。今日本当にこうやってオープンできたことをとても本当奇跡のようなことだと思ってとても嬉しく思っています。我七年之前第一次来这个台北当代艺术馆的时候，就很想在这个 MOCA 里面做展览。今天就可以，最后可以，愿望成真，所以我是非常开心，非常的荣幸。日本でずっと仕事をしてきたんですけれども、これからどんどんアジアを拠点に仕事をしていきたいなと思っていて。そのスタートに今日がなればいいなと思っています。ここからまた新たにスタートしていきたいなと思っています。我一直都在，其实我出道20多年都在日本，一直有很多的工作。但是我希望就这次在 MOCA 的展览，就希望在亚洲之后可以未来在亚洲有更多的工作。那我喜欢我希望这个。MOCA的展覧可以成为我在亚洲工作的一个起点。そのスタートを切る場所がとてもみんな優しくて、私の大好きな台湾からまた始められることをとても嬉しく誇りに思います。在入口的大家可能进来的时候都会看到了入口的形象区呢，就是大家很熟悉，对我的作品应该都很熟悉的人都会知道，就是很彩色丰富的一些作品，就大家看到，希望会很喜欢。今回の展示は、私のいっぱいいろんな展覧会今までやってきたんですけれども、その中でも一番大きくて、作品数も多いし、スペースもとても大きなものです。其实这次是我从出道以来到现在，作品数最多，之后展览面积最大、规模最大的一个展览会。この展覧会のために新たに作ったものがたくさんあるので、ぜひ本当に足を運んで楽しんでいていただけたらいいなと思ってます。其实在这次 MOCA 的展览里面，有很多都是为了这次为了台湾，为了 MOCA 去特别去做的一些展品，所以作品，所以希望大家可以去看一下。でも本当今回これが実現できたのもたくさんの協賛してくださった皆様だったりうちのもう本当に泣きそうになりながら一生懸命やってくれたラッキースターのスタッフだったりとかギャラリーの方だったり。那其实我真的是很谢谢，后面在下面可以看到的，poster 可以看到的赞助商，就还有就是正赞助商，还有就是我们公司，就是他自己公司，也是我公司的Lucky Star 的大家的人，还有我们小山东美术画廊Tomio Koyama Gallery 的画廊的人，很多很多人的支持。もう本当に今回大変で、普段は仲のいいスタッフが喧嘩をするぐらい大変で。其实我们本来公司的关系，同事的关系真的很好，但是为了这次的展览，真的吵架之后，大家都不开心了很久这样子。でも頑張った甲斐あって、本当に素晴らしいものになってると思うので。但是我们这次努力的成果，终于可以让大家看了。絶対に見に来てくださいね。所以大家一定要过来看哦。最後になりましたが、本当に実現できたのも館長さんがすごくいろいろと助けてくださったおかげだと思います。本当にありがとうございました。台湾の皆さんいつも私に優しくしてくれてありがとうございます。大好きです。所以最后就是很谢谢馆长先生，就是一直部长在一直以来的支持，还有谢谢就是台湾的各位朋友对我一直以来的支持，谢谢，我很喜欢台湾，谢谢。
では、では、池花さんのお花束のご紹介お願いします。是池端明伶，那他是来自日本的名歌手演员。那池端明伶呢，在演戏唱歌方面都非常杰出亮丽的表现哦。那今天呢，他特别来到了现场，穿上全川石花所设计的2016年春装，从日本飞来台北，献上祝福。好，今日は池畑玲奈さんも日本からわざわざ来ていただいて、そして蜷川美香のデザインの服 M 美香蜷川のブランドの洋服も着ていただいて、お 花束を蜷川にご贈呈お願いいたします。那现在呢，我们是不是也邀请池端明伶来为我们稍微分享一下这次跟艺术家我们一起跨界合作的心得？哇，我们停不下来，我们稍等一下哦哈。池端明伶さん、ありがとうございました。では一言お願いしてもいいでしょうか？好，谢谢谢谢。皆さん、はじめまして、池端玲奈です。先に日本語でお伝えしてから中国語でお伝えします。あ、我先说日文之后，我继续说中文。今回蜷川さんと初めてお仕事をさせていただいて、本当にとても光栄なことで本当に嬉しく思っております。そして本日こうしてこのオープン前日の記者会見に来て蜷川さんに花束を渡すこともできて本当に嬉しく思っております。またご一緒させていただけるように私も一生懸命頑張りたいなというふうに思いました。本当にありがとうございます。啊，大家好，我是池端明伶。啊，我非常的开心跟他一起合作，因为我这次的合作是第一次的。还有因为对我来讲，我跟他一起合作是非常的难能可贵的机会，因为我知道他是全世界很有名的，而且他跟他一起合作过的全部的艺人都是非常红的，所以我非常的感动跟他一起工作。为了再一次会跟他一起合作，我技术能力的，我真的恭喜他，谢谢。好，谢谢，再次感谢我们的池端明伶的现场哦。那么先请两位合作。谢谢谢谢，哇，今天真的非常热闹，不只是我们的重要的贵宾哦，我们艺人都来到现场加持哦。那除了呢，刚刚介绍的嘉宾之外呢，其实我们在这次展览之中也要特别感谢许多的单位的支持哦。相信大家刚刚在门口一定有看到一辆非常令人惊艳的休旅车。那艺术家呢，他认为创作的方式不应该局限在框架之中，而是将想象化为可能，将美丽的花朵也可以在车上绽放。那现在呢，我们就要请欢迎到我们 Lexus 和泰汽车车辆部的赖光雄部长来为我们说几句话，让我们欢迎他。では Lexus の車両部長の赖様スピーチをお願いいたします。全川老师、蜷川さん、小川灯美库画廊总监、那长濑女士、那卡西さん、台北当代艺术馆主馆长及 Epson 王总经理，各位亲爱的媒体先进们，大家午安，大家好。我是Lexus 车辆部和泰汽车Lexus 车辆部赖光雄啊。那今天非常高兴有这个机会来参加这个全川石花展的开幕记者会。那在全球极具知名度的这个全川老师，只是以台北作为世界巡回展的第一站，那全面呈现了。今回本当にレクサスが光栄で、蜷川美香さんの個展に参加させていただきました。ありがとうございます。那那全在全球全极具人气的这个全川老师呢，那此次以台北作为世界巡回展的第一站，那前面呈现历年的这个代表作品。今回蜷川先生の個展の初めてのストップは台湾にしていきまして、そして20年間の作品を全部台北で皆さんに見せていただきまして。这不仅是台湾摄影迷的一大福音啊，
那也是这个台湾艺文界的一大盛事。台湾のあのすべての撮影のファンのとてもグッドニュースではだけではなくて、あの台北のこの芸術界に対してもとても大あの大きなあの嬉しいのハプニングだと思います。啊，和台汽车啊，这次是非常荣幸哦，能以主要赞助厂商身份来参与此次的盛会。レクサスは今回はこんなにあの大変あの良いあのイベントに参加できまして大変あの光栄だとあの思います。啊，近年来レクサス在这个持续朝向更前卫、时尚、大胆的这个风格哦，不断的进化。あのこの数年間の間にレクサスもあのさらにあのモーダン、さらにあの大胆的。那借由此次全川石蛙个展的契机呢，那我们突破框架，超越想象哦。那以全川老师完成了一次跨界的合作机会。今回あの皆川美香さんの個展のおかげさまで一度あのこのようなあの技術からあの車までのクロスオーバーのあのコラボレーションができまして、あの本当にあのいいこと、あの嬉しいことだと思います。那李老师最具个人风格花为作为主要的元素，那挥洒在 Lexus 这个棱角分明而且极具前卫风格的车身上哦，那在原本极致淬炼的造车工艺中，那注入了感性优雅的动能美学。先生の一番代表的な花のパターンの作品を車の上に乗らせていただきまして、あのさらにその車をもう車だけではなくて芸術品に変換できるようになりまして、なかなかのあの大変の嬉しいことだと思います。使 Lexus RX 幻化成独一无二的这个艺术品，那展现 Lexus 勇于创新的这个革新态度。那在此诚挚邀请各位在观展的过程中，那同时驻足来鉴赏我们这在当代艺术馆前面的这一台车子。この美しいのあの芸術品をあの今回レクサスがあのコラボレーションができまして本当にあのありがたいと思いますが、同時にこの今回ルカさんの美しい個展を見るだけでは見る終わる時にもぜひあの車の方にあの外の綺麗な花の車ぜひ見ていただきたいと思います。最后代表和泰汽车Lexus艺术此次全川石蛙展顺利成功，谢谢。谢谢。好，那我们再次感谢赖处长哦。好，那这次呢，除了我们户外非常令人惊艳的作品之外呢，其实在我们当代馆的展间里面呢，也透过 Epson 台湾爱彼生非常专业的艺术微分还有投影技术，呈现出艺术作品最真实完美的样貌。那现在呢，我们就要请台湾爱普生科技品牌及企业事务部王黎明总经理来为我们说几句话，让我们用掌声欢迎他。现场的贵宾、媒体朋友，大家午安，我是 Epson 台湾的 Coco。很高兴在2016年的春天，我们有机会参与这场美丽的展出，也谢谢使用 Epson 的列印跟投影的技术来丰富这个展览，预祝展览圆满成功。皆さんこんにちは、Epson 台湾の大と申します。今年今の春の時点で、この綺麗な美しいの展覧会、当社が参加していただいてありがとうございます。じゃ当社の設備は印刷とかあのプロジェクトが利用していただいて本当に嬉しいです。じゃこの大きなあの綺麗な展覧会をこれから大成功になるようにお祈っております。ありがとうございました。谢谢。那在这次的展览中，其实还有许多的伙伴都给予了这次展览的帮助与支持，包含了我们的指导单位台北市文化局、协办单位亚细亚智慧财产保护股份有限公司、全川石蛙事务所有限会社 Lucky Star， 以及我们的年度教育赞助文心建设，还有众多支持这次展览的特别感谢单位哦，在后面这边好多。对，那最后呢，在我们记者会的最后，我们就要请做大合照的时间。那我们先请馆长跟我们的全川石蛙 Mikasa 来到台前，我们爬合照哦，来。我们有三张，对，这是第一张，等一下我们还有第二张。